そうですね、僕はやっぱり圧倒的シュートストップってところ、誰よりもこうストロングとしてやっていきたいと思っていて、こう誰にも負けない部分としてこだわっていきたいと思ってます。本当にジュビロに来てから多く言われていることは、足を運ぶってことを特に言われていて、いかに足を運んでこう軽快な動きでこう止めれるかっていう部分を、結構吉勝さんにもやっぱコーチングされてアドバイスされていることが多くて、でもやっぱりそこを常に自分も意識しながらやるようにしてから、こう守備範囲が広くなったりとか、至近距離だけじゃなくてやっぱミドルシュートも触れるボールが多くなってるんで、そこはやっぱり真摯に受け止めながら自分の成長に向けてやっていってるからこその結果かなと思ってます。今は本当に盗むっていうことをいっぱいしていて、やっぱり出れない中でも自分が何をしたらやっぱりこの人たちを超えられるのかっていう部分はより自分の中では考えていて、でやっぱエイジさんからもリュウ君からも盗めるものっていっぱいあると思うので、やっぱそういうものを盗んで自分がより成長してこう羽ばたけるように、こうやってやってたなって試行錯誤してプレーして、うまくいった部分は継続しながら、まあうまくいかなかった部分はまた自分の中で試行錯誤してって感じですね。やっぱりキャッチングの部分で、やっぱエイジさんすごいキャッチングにこだわってて、力が入ってないっていうか、こうスッと取れるっていうか、なんかこう吸い付くようなキャッチングができていて、何が良くてあんなにスパッと取れてるんだろうっていうのは今もこう研究しながら自分の中でやっていきながら、まだ答えを聞いちゃうと面白くないんで、自分の中で正解を見つけながら今試行錯誤してるって感じですね。いやもう本当に一番最初ジュビロ磐田でスタートできるってことに対して、自分の本当に小さい頃からの夢であって、やっぱり今までは見てる側だったものがやっぱプレーする側に変われるっていう幸せっていうのはすごい大きくて、残り少ない中でやっぱり少しでもゴールキーパーの中でこうチームを盛り上げて、僕が試合に出てあのヤマハスタジアムで勝ち点3を取って、みんなで喜びの歌を歌えるように頑張っていきたいと思います。